は以前から校舎のガラスを何度も割っていた。これ以上学校に置いておくべきじゃない。昨夜のことを思い出してください。ガラスが割れたりしたのは舞が刀を手にする前です。舞のしたことじゃありません。そういえば確かに誰かが外から石でも投げたのかと思ったわ。だが最終的に刀を振り回したのは川澄くんだ。それはあの場所にいた誰もが見ている。それは何か訳があったのかも。訳ね。どんな訳かぜひ聞かせてもらいたいものだな。その訳なら俺が知ってるぜ。龍一さん。なんだ君は。一般生徒は立ち入り禁止だぞ。あれはアトラクションだったんだ。アトラクション？舞は余興に剣の舞をやったんだ。勢い余ってやりすぎちまったけど悪気はなかったんだよ。そんなプログラムは聞いていないが、誰か報告は受けているか？奇妙な話じゃないか。役員が誰も聞いていないとは。でももういい。出てきたまえ。あーっと、その件なら俺が知ってます。北川。俺が実行委員としてかすみさんに頼んどいたんですよ。手違いでプログラムに載せるの忘れちゃって、いやー、お騒がせしてどうもすいませんでした。なんとか退学は免れたな。北川、お前どうして。どうしてはねえだろ。お前が困ってたから助太刀してやったんじゃねえか。いや、合わん合わん。